もしも僕が今晩のカレーを残さず食べたならよかったのかな。君はひどく顔しかめて、もう食べなくていいよって言ったんだっけな。少しくらいを笑うようになるかもしれないから、もしも僕が一人きりでさ、君に迷惑もかけずにいられたなら、でもさそれじゃさ君を知らんまま生きてく僕が嘘つきなら、こんな僕のこと叱ってくれたから、そんなたくさんのもしも話が僕も平夜にさ浮かんでいくんだよ。聞かせてないけど。